はい、大将です。おはようございます。日曜日の朝でございます。本日、私、地元小倉なんですが、小倉でですね、中京記念、まあ、ハンデ1008ですね。まあ、冬にあって小倉大商店と同じような、まあ、メンバーもそうですけど、条件でございます。夏なんでね、かなり暑いです、小倉。ね。パドックとか馬体重とかはかなり重要かなと思いますけど、まあ早めに動画上げないといけないので、まあ夏の競馬はなかなか難しいですね。まあまあちょっと予想していきたいなと思います。本命エピファニーですね。小倉大商店1着、まあついでに言ったら対抗ロングランで小倉大商店2着と、今回またセルバーグも出るんですけどね、その時3着やったセルバーグ、その時の4着のアルナシーム、まあ、この4頭、まあ、また同じような展開になりそうな予感がしますけどね、まあ、とにかくセルバーグに行ってほしい、もうハイペースにしてほしいですね。おそらくうちがあんまり良くなく、もう最終の方なんでですね、外差しになるんじゃないかということで、まあ、サムネにもありますが、もう外差し狙いで行ってみたいなと、思っております。まあ、とりあえずセルバーグはもう前を潰すと、まあ、臭いですよ。帝王シリウス、ワールドリバイバル、ソレイユビーター、アナゴさんと、まあ、この軽量の前に行く馬、まあ、怖いですけどね、まあ、セルバーグがもう、迷いなく行くようなら、もうこの前は潰れるかなと、思っております。ハイペースで逃げて後ろを削る感じで、まあ中段あたりにつけた、外から刺してくるような馬がいいかなと思っております。カテドラルとタガノパッションは一応抑えに回そうと思っております。で穴は、三角してますね。まあこれかな。ボーデンちょっとまあ覚醒した可能性だってありますよね。去勢してどうですかね。まあ馬がガラッと変わったんなら、ここ一発頭まであっていいかな。54キロなら、人気ないならですね。ということで、対抗、本命対抗の2頭から流していきたいなと、思っております。とりあえず馬券は、3連もう人気薄の頭あって全然いいと思ってるんで、3連単1道軸マルチを本命対抗から2本、買っていきたいなと。エピファニーから、まあ馬券こちらですね。この2本、相手7頭相手6頭と、まあこれでいけるんじゃないかなと思いますけどね。まあエルトンバローズなぜここ出てきたかなという感じですけどね。まあ能力的には1枚2枚上なんでしょうけどね。 G1 で印がつくぐらいの馬なんで、まあ59キロ背負ってなぜ小倉に来る必要があったのかという感じはしますけどね。なんでかな。賞金足らんわけじゃないと思うしね。まあ秋の G1 に弾みをつけたいんかな。勝って小倉に59キロで走りに来る必要はないと思うんやけどね。まあ、ここ4、5着期待したいですね。でもね、日本ピロキー一番人気と思ったんですけどね。エルトンバローズで日本ピロキーフが一番人気でしょ今。でもそれならエルトンバローズを買ってもいいかなと思うけど、キーフちょっと人気しすぎなんじゃない。これ3番人気ぐらいと思ったけどね。はじめね、まあエピファニーと日本ピロキーフから行こうと思ったんですけどね。まあ一番人気から行きたくないなと思って、まあ、外差し狙いのロングラン追加ということで、人気しすぎなんじゃないのこれ。まあ、56.5 は恵まれだよね。でまた田口君が、フランス遠征に行くということでね、まあ、ここその人気もあるんやろうけど、だけどまあ本命対抗から、絡んでほしいのは239と239ちょっと絡んでほしいな。そしたら結構つくんでね、20何万ついてましたね最高はね。
背尾も微妙やしね、夏がなんかいまいちみたい、暑いのがいまいちみたいなの言ってるしね。だけど7、12、13がちょっと怪しいところがあると思ってるんで、この2頭から行ってみたいなと、思ってます。まあアルナシーム、まあセルバーグとりあえず行ってほしいですね。まあ、意外とここら大商店組で決まったりするっていうパターンもあってもいいのかなという感じで、あと1枚だけ抑えの3連複をちょっと買わせてください。カテドラルと鷹のパッションですね。もう差し競馬になると予想しているんであればこの2頭、まあさすがにね、もう年は年やしね、まあ3着が精一杯と思うんやけど、3連複でちょっとこの20何点だけ、まあ100円200円で抑えときたいなと。結構つくんでね、普通に5万6万ついてるんでね、一番つくのはと、まあ100円200円抑えときたいなと思っております。まあ、こんな感じですね。中京記念夏場は難しいですね。もう前残りになったらね、この消してる馬とか全然来てもおかしくないですけどね。まあ外差しになるやろうという予想でね、アレババのね、こんな買い方で行ってみたいなと、思っております。それではね、大将の中京記念、最終決断でございました。地元小倉なんでね、ぜひ当てたいと思っております。ありがとうございました。